今日ですね、朝8時から作業を始めまして、ただいま午後5時、やっとですね、フレームが組み直し終わりました。もう後がない状態なのでね、今日どんどん進めて完成させたいと思います。はい、こんにちは、かんじです。本日はですね、軽トラの改造をやっていきたいと思います。今までの軽トラ荷台にテントを張ってバージョン 2.0 ということでやってきたんですけども、今日ついに3になります。バージョン3へのバージョンアップを行いたいと思います。今日はですね、こちらのガレージをお借りして作業を進めていきたいと思っています。はい、こちらが現状の荷台になります。単管パイプで、組んだ状態ですね。で、上に木を乗っけてスカイデッキ、ここに登れるようにしてある状態で、この中にテントを張ってキャンプしてたんですけども、ここを全部取っ払いました。で、現在ですね、まあ、こんな感じで資材を新しく買ってきましたので、ここから造作していきたいと思います。今映ったのはね、このデザインをしてくれた表現さんソフトで絵を描く天才ハギーでございます。今日手伝いに来てくれました、ありがとう。それではこれからね、こちらどういう順番でやるかあんま考えてないんだけど、やりながら考えようかと思います。それでは作業スタート。はい、ということで今日ですね、朝8時から作業を始めまして、ただいま午後5時、やっとですね、フレームが組み直し終わりました。いや、大変だった。ほぼね、バラしてここまで再度組み立てました。変更点としては、上にこうね、バーがついてたんだけど、あれをやめて低くなりました。その分ね、ただ全体的に天井の高さを上げたので、空間自体は広くなったと思います。まあ、あとは基本構造は一緒です。天井部分は十字に切ってあって、前回と同様単管フレームラダーがね、組んであって、ここむっちゃくちゃ重いんだけどね。さらに造作を進めていきたいと思います。
My heart's been ripped wide open. So many mixed emotions. It's like I finally noticed. I've been set free. I've been set free. I spent a lifetime running, fearing what I'd become if I stop playing goalie on all of my thoughts, yeah. Speaking out straight from my heart, but now I see. But now I see. Oh, I see this love is taking over, breaking through my chest and overflowing. With every single beat, it pulls me closer, closer to you. はい、おはようございます。今日はですね、3日目でございます。今回ね、ミカさんのベースのガレージをお借りするのって、2日間だったんですけど、見ての通りね、軽トラは全然終わんなくてね、もう1日延長させてもらいました。もう後がない状態なのでね、今日、どんどん進めて完成させたいと思います。ということで、作業3日目やっていきたいと思います。 GO!でね、ちょっと簡単になんですけども、今どんな状況かっていうのをご紹介したいと思います。先にね、紹介してたフレーム、フレームはもう完璧でございます。綺麗になりました。やっぱりね、一回作って改善したいなっていう点がね、いくつかあったので、それを踏まえて組み直したので、非常に綺麗にできてます。ちょっとここは今仮止めなんですけどね、ここからなんか出てくるわけじゃないんでこれはちょっと今後改善する予定です。そして荷台、運転席後ろ側、ここがですね、まあ、寝るスペース兼、荷物置き場ということになります。で、下ね、煽りを下ろすと、ここに、まあ、クーラーボックスとか、まあ、薪を入れる箱とかね、そういったものを置こうかなと思ってるスペースがあります。まあ、こっち側は基本的には荷物置き場、はい。そしてこっち、今ね、仮止めしたんだけど、開閉式の扉をつけました。あのアルミ複合板っていうね、ものでできてるんですけども、これをね、こう開くようになってます。中身はというと、まあ、こういう感じでベンチみたいになってるんですけど、ここにね、棚を作ってワインをね、ラッキングできるような、そんな感じにしたいと思っております。はい、あとね、上なんですけど、まだ屋根張ってませんが、張り直しをしまして、スカイデッキがね、また使えるようにしたいと思います。まあ、こんな感じで、基礎はできてますんで、あとは床、天井というか床面を張るだけというような感じになっております。さあ、ちょっと時間がないんでね、進めていきたいと思います。
selector. Rewind 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 selector. はい、で今日作業するところは軽トラックの助手席後ろ側ですね、左側面になります。今はねこういう感じで下にはこうねもうフロアがあって横に壁が立ち上がってるというような状況になってます。はい、キャビの後ろはこういう感じでねもう壁もできております。天井部分とかねこの辺も全部、塗装済みになってまして、こうね、まあ、茶色の濃いやつそんな感じですかね。はい、引き続き軽トラックの改造動画やっていきたいと思います。今日はですね、こちらは自宅ガレージでございます。現在ね今ジムニーはどかしましてで、僕の反対側に今軽トラックがスタンバイしているという感じになっております。で今日はですね何をするかというとここワインバーとなるここのねカウンター部分に棚をつけていきます。でそこにワインをラッキングしたりとか、ワイングッズだったりとかまあそういったなんかもうちょっとこう、想像はできてるんだけどね、それをね、どんどん形にしていきたいと思います。今日はねまず棚を作ろうということで、こちらを準備しました。はい、用意したのはねこちらの木材です。まず木材これはもうねあの加工済みのすごいもうなんだろう化粧パネルというか綺麗になっているやつですね。ビニールもかぶっちゃってますが、はい、こちらはね、みんな大好きカインズさんで買ってまいりました。焼き切りということでね、日本の伝統の色ということで、バーナーで焼き付けた後に表面をローでコーティングした切り材ということになっております。まあ黒い感じでね、すごいかっこいいやなというふうに思います。こちらがですね大きさ 1820×300mm と厚みは 17mm ね、そんな感じのものになっております。これが1枚と、同じシリーズでねサイズ違い 910×300mm あともう一つ 910×200mm というようなものになってます。まあ、ここのね幅を 20cm にするのと 30cm、まあ、こっちも 30cm とあとここの長さが 1800 と 900、そんな感じになっております。はい、もう一つね棚をねくっつけるためのブラケット類を買ってきました。一つはこういうね L 字のやつ、はい、こうやってくっつけですね。はい、それからこれはなんかこうラダーになってるんですけども面白いんですよね。こうやって壁にこうやってくっつけてこの上とこの下ワンバイ材が入るようなねワンバイ4が入るような感じになってますね。こういったブラケットこれを2つ用意しました。はい、それからねこれなんですよ、はい、こちらを準備しました。鉄コウモリ、それからオノレジョイント面白いネーミングなんですけどもこれね去年のね11月に愛知県でやったフィールドスタイルっていうね、まあ、アウトドア系のイベントがあったんですけどもそこにね出展されてたブースでたまたま見つけたものなんですけどもこれね後でね詳しく見ていただこうかと思いますが釘とかビスとか打たなくても固定ができるというような部品になっております。まあジョイントですね。これ面白いので使ってみたいと思います。というわけでねここに棚を作っていきたいと思います。
それではスタート。I'm busy staying undercover. Ain't as sweet as it seems being the juggler. Hell, 'cause Edith likes eating at East of Eden, where Wendy works on Wednesday evenings and Donna Lee does her laundry two doors down. So when I'm out to eat with Edith, I'm always worried Wendy's watching and equally. はい、今日の作業はここまでとしたいと思います。現状はこんな感じになりました。なかなか雰囲気出てきたんじゃないですか。まだね、何もラッキングしてないのでイメージつかみにくいかもしれないですが、こんな感じです。で、後ろにね、間接照明的な、LED のテープをね設置しましたので、こんな感じで光っております。いいでしょう、なかなか。はい、簡単に説明するとですね、こっち側のラック、これで全て、ネジを使ってません。釘も使ってません。この鉄コウモリとオノレジョイントというね、この金属製の金具、ジョイント金具で全て組み立てております。はい、こういう棚のところもそうですね。すごい楽。荷台を下ろしたい時もね、これ全部六角レンチで緩めれば全部ね六角レンチで緩めればバラバラにできますので、このままね全部バラして下ろすこともできますので、これすごく便利なんじゃないかなと思います。しかもね、すごいしっかり止まるので、これはね大丈夫だと思います。ワインを乗っけても。はい、まあこんな感じでございます。またね、ラッキングしたら雰囲気ももっと伝わるのかなと思います。引き続きワインバー計画進めていきたいと思います。はい、今日はここまで。じゃあね。こんにちは、感じです。いや、スカイデッキ気持ちいいわ。やっとね、軽トラを広い場所に持ってこれましたので、今日は軽トラの全体像をお見せしたいと思います。それではスタート。後ろから見た図でございます。で、まずね、右側の方を見てみましょうか。こういう感じでガルウィングのようにね、扉が開くようになっております。中は今回はですね、二台泊をしたので、こういう形で布団を敷いて寝れるようにしております。いかがでしょうか。十分なスペースあると思うんですよね。手前のロープは何でもないです。はい、ということで後ろから、斜め後ろからこんな感じ、まあ一人分のねスペースがあるって感じですね。で、左の方回ってきますと、こちらがワインバーですね。ちょっとね、走行するのでワインのボトルは置いてきてしまったんですけども、こんな感じで、まあカウンターがあってね、でこれ手作りのテーブルですね。これがまたね、いいんですよ。立ち飲みするのにちょうどいい高さになってますね。ここでワイングラスを取って、ワインをついで、で、このテーブルで飲むというような使い方を想定しています。はい、再び右の方に回ってきました。ここはね、まだ作成途中といえば途中なんですよね。またもうちょっとね、改造すると思います。はい、それから今回も現在でございます。スカイデッキ、前と違うのはね、キャビンの上まで、スカイデッキの板を引きましたので結構広いです。そして、これね、ロゴスのポールなんですけどね、段階的にね調整できてとても便利です。さあ、スカイデッキ登っていきましょう。はい、スカイデッキ登りました。広いでしょう、ね。これも床張りになっててね、結構かっこいいと思います。はい、本当にデッキですね。はい、このね、一番前まで行けるようになったので本当広いです。この上にテント張ってしっかり縛っとけば、本当にこの上で寝れるんじゃないかなと思ってます。
というわけで、ついにですね、お披露目の時がやってまいりました。こちら、軽トラックの荷台でございます。軽トラキャンプベースはね、バージョン1、バージョン2、そして今回がバージョン3という形で、少しずつね、進化してまいりました。で、今回ですね、バージョン3になるにあたって、今までとはね、ちょっとコンセプトの違うものを作ってみたいなと思いまして、こういった形ね、ワインバーのようなね、そんな雰囲気の荷台を作ってみました。とりあえずね、せっかくなんでワイン飲みたいと思います。今ね、ちょっとボトルを開けるのはもったいないので、ここにね、バックインボックスっていうね、箱に入ってるワインがありますので、これをちょっと入れたいと思います。ここにね、バックインボックスの棚があってね、ここからこの中必要なだけ出せるんですね。はい、こんな感じでございます。グラスもですね、すべて、はい、割れないワイングラス。このままね、移動しても、まあ隣近所でぶつかって割れるってことはないけど、まあ滑り落ちちゃうかもしれないんでね、この辺りは考えますけども。じゃあワインバー一応の出来上がりに乾杯したいと思います。乾杯、ありがとうございます。ああ、うまい。うん、今飲んでるワインはね、これセブンイレブンで売っているアンデスキーパーのカベルネソービニオンっていうやつですね。それのバックインボックスでございます。1400円ぐらいで売ってて、とっても安いので、これおすすめですね。はい、それでは、軽トラキャンプベース 2.0 から 3.0 へのバージョンアップ動画全3話、最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がね、良かったよという方はグッド評価よろしくお願いします。またチャンネル登録も忘れずにお願いします。ベルボタンも押しといてくださいね。インスタ、ツイッターやってますのでフォローお願いします。幹事の公式 LINE アカウントというものも作ってますので、お友達登録していただけると嬉しいです。 LINE 登録していただければね、僕とダイレクトに直接、メッセージのやり取りも、できますので、質問があったりとかね、何かこうメッセージがありましたら、どしどし寄せていただければなと思います。またね、最新動画を更新するときに皆さんにお知らせをしたり、今後ね、外に出れるようになってきたら、どこどこのキャンプ場に行きますよとかね、どこどこにいますよっていうようなね、そういったね、情報の発信も LINE の方でやっていきたいと思いますので、この軽トラックを生で見たいっていう方はね、ぜひね、公式 LINE アカウント登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。幹事でした。またね。あ、そうそう、
一つねお知らせというかお伝えしておきたいことがありまして、ケトラキャンプベース、こちら略して KCB バージョン 2.0 という形でね表記してたんですけども、これをですね、ケトラ進化していくということでエボリューションっていうね単語を使おうかなというふうに思っております。ですので、KCB エボリューション3、これエボ3です。エボ3と聞いてピンときた方、そうランエボ3みたいなね、これからエボ4、エボ5、エボ6、これからねどんどんね進化していくと思いますので、そんなイメージでねバージョン管理していきたいなと思っておりますので、こちらは、ケトラキャンプベースエボリューション3でございます。以上、またね。